ール7でってくじゃん、ラッキーセブン。今日は、はい、7回目にして初めてお家からですね。お家からはい、撮影しております。お家からの、ゆったりまったり、はい、今日は声がめっちゃ聞こえるでしょう普段はちょっとね、外での会ことが多いので、なんか今日なんかあれじゃない、ワンピースと後ろの柄がそうなの、なんかあるにマッチですね。それ思ったんだけど、もう着替えるのめんどくさくなったから、いいですいいです、カバンかなティッシュ、うん、私ないものとしてこれからこれはないものとしてぜひ、はい、ということでですね、はい、今回はですね、はい、いつもはお店屋さんに行って、うんうん、そこでランチとかいろいろこう、まあ、デザートとかを買って そうです、でそこでいただくっていうパターンだったんですけど、はい、今回ですねちょっと昨日、うんうん、私の車、緑色の、うんうん、かわいい車あるんですけども、はい、このかわいい緑色の車をですね、はい、まあ、いつだったかな、もう、5月ぐらいだな、そうそうそう5月です、5月の上旬なんですけどに、うんうん、まあ、ちょっと、まあ、バンパーのところですね、ガッツリぶつけまして、言ってたよね。そう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 、言ったら配信かなんかで言った、配信の寺院かなんかでね。うん、でそれからちょっとどうしようかっていう感じだったんですけど、うん、まあちょっと埼玉の方で、はい、まず、あ、カスタム専門の なんていうんですか、移動販売とかさ、あるでしょ、なんかキッチンカーとか。を作る専門の、そうなんだ、その昔は違ったんだけど、なんかそっちに特化したみたいで、今はそういう専門のお店っていうか、こう車屋さんになってて、うん、でそこで車も買ったんですけど、買ったのがもう4年ん何回車検出した、3年4年前ぐらいに買ったのかな。でそこからずっとお世話になってて、で今回もやっぱりこう私の車ちょっと貸す、まあ、中は全然普通なんだけど、外がかなり可愛くなってるんですよ、うん、そうそう、黄緑ね、そうだからそういうお店、カスタムのお店に持ってって直してもらうんですけど、まあ、ちょっと遠いところでね、食べながらやりませんか、あ、そう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 、あ、そうで、あ、そうそうそう、それでなぜ今回これに至ったかを話さないと、急にこれね、ちなみにボル6回目では次回はじゃあコオロギせんべい昆虫食って言ってたんですけどあの後本当に無印良品に行ってコオロギせんべい買おうと思って行ったら、あのね、人気すぎてなかったの。あれ人気なんだ。でその後ネットでも調べて、オンラインでも売り切れなの。ありゃー、あー、そうなの。なのでちょっと入手ができなかったんですよ、はい、入手困難そうなもので、もし入手できたら本当にやりたいね、うん、いつかね、昆虫食、秋がコオロギを食べるそうなので、エリボンもですよ。いや、もうちょっとそんなあれですけど、いやいや本当に、まあまあそういうことで、でちょっとそうごめんね、前置き超長いんだけどさ、はい、そうなんですよね。で車を直しに行った、これだから6月に直しに出したんですよ。うんうん、出して、まあ、そのついでにこういろいろトーマスタウン行ったりとかね、息子と一緒に、まあ、うんうん、変なホテル行ったりとかね、うんうん、幕張のね、行ったりとかして帰ってきて、でまた治りましたということで取りに行ったんですね、はい、で取りに行って、で帰りに、まあ、ちょっといろいろ道を間違えたりいろいろ拘束したんですよね、いろいろあったんですけど、まあ、それ省くね、それで、まあちょっといろいろあったんですけど、うんうん、なんかどうするのみたいなことあったんですけど、まあいいんですね、事故はしなかったですよ、うん、それで帰りの東名高速の、海老名パーキングエリナこれ言わないともう落ちるんだね、海老名パーキングエリアですね、はい、はい、で言わないと落ちない落ちたんかな今、まあ、はいはい、でですね、なんかねすごい人が、まあ、結構なんか買ってるわけですよ、うん、なんかあるものをね、うんうん、まあ、ちょうどそのお店の前あたり私たち座ってちょっと飲み物とか飲んでたんですね、うん、そしたらなんか人結構いるなと思って、そうだろうな、上がり時間だったとか、なんか分かんないけど結構ひっきりなしにそれが売れてて、うんうんうん、で私それ大好きなものだから、うん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 、気になるじゃん、うん、で行ったらなんかどうぞみたいな、なんか感じになって、ああ
よし、買うか、買うぐらいになりまして、ゲットしたもの、これ、海老名パーキングエリアで有名なのでしょうかね、はい、有名かもしれないです。私、この間、マツコさんの、うん、あ、これこれ、ま、海老名の、あー、やっぱりそうだよね、30個ぐらい。カゴに、やっと40個近くで。でしょでしょ、うん、やっぱりそうなんだよ。そう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 、めっちゃみんなが買ってたから、あ、よかったじゃん。まさしくこれ。で、それでということでですね、お前置き、ごめんなさい、5分も前置きしましたが、はい、今回を、取り上げるのはですね、こちらでございます。じゃん、メロンパン。いや、違う、普通のメロンパンじゃないです、これは。海老名メロンパンでーす。イエーイ。有名だよね、海老名のメロンパンって。見てください、私の顔が隠れるぐらいの大きさ。うんうん。隠れてませんか？隠れてませんか？ちょっと出てますかね。ちょっと出てます。だいたい顔の大きさ。ちょっと出てますけど、うん、でも大きいのよ。大きいです。なんて言えばいい？もう伝わらないね。うん、伝わらないの。伝わらないんだけど。隠してみてよ。隠してみて。あ。うん、まあ、ちょっと出るけど、ちょっと出るぐらいの大きさ。でも、でもさ、大きいです。その海老名サービスエリアのメロンパンって有名よ。でしょ？でしょ？だって一応っていうか、私もなんかマツコさんが、そう、いや、なんかすごい数買ってた、どこだっけ？もしかしてここかなとか思って買ったんです。ちなみにこれおいくらですか？1個。ね、税抜きかな、270円。270円、税込みだったのかな、わかんない、ちょっと忘れちゃった、どっちかですね。270円っていう数字を見た気がする、プラス税だったかな、うん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 、ですね、はい、で、それを2個買おうかなと思ったんだけど、なんかいろんな種類のメロンパンとかクリームパンもあって、そうなんだ、で、まあ、ちょっと私出身が北海道なもので、うんうん、札幌なのでちょっと気になって、はい、こっちはですね、同じお店で売ってた北海道メロンパンでございます。まあ、大きさは、大きさはね、3分の2ぐらいかな。ですか。でも色がなんかすごい濃いですよ、これ。ちょっと濃くて、わかんない。ちょっと食べてみなきゃいけないけど、なんかクリーム状のものが。なんかオレンジっぽい？後ろ、そう、なんかね、なんだろう、こういうちょっと色が2層になってるっていうか、こういう感じですね。あれかな？ユーバリレンジック？もしかして。いや、それは違うの？多分答えはわからないですけど。そうですね。ということで、2種類あるんで、はい、今日はこれを、まあ、2人で仲良くシェア、はい、あ、まあ、じゃあどんな感じに味が違うのかとかしようかなと思います。じゃあいってください。じゃあ食べます。じゃあまずちょっとね、お手手をちゃんとふきふきして、はい、お手手のふきふきはこれは私のね、はい、息子が使ってる西松屋さんのですね、これ手口ふきって、これ便利です、これすっごく便利ね、手口ふき、ね、いちご生きされてるんですか。キイチゴエキス入ります。キイチゴエキス入りの、じゃあ、はい、お口ちぎりでちゃんとね、手をちゃんと拭いてですね、さっきも一回洗いましたが、もう一度ね、一応ね、食べる前、前は手を拭くという習慣ですね。そうですね、はい、ではちょっと半分に割って、はい、いきましょうか。じゃあまずこちら、海老名メロンパンを開けます。よいしょ。お、匂いが、おい、もうメロンパンってもう最強だよね。この匂い。メロンパンって最強ですね。私も北海道メロンパン。これどうやってあれすればいいんですか？あ、匂いが違うよ。あ、やっぱり違う。違います。また。ねえ。どうやってやる？こう手で切っちゃっていいの？手で、うん。なるほど。まず真ん中で。難しいです。まあ、無理なんで。普通に割ります。あ、中が、おー、じゃん、今半分に切ったんですが、海老名メロンパン開けてみると中がすごい緑、はい、そして北海道のメロンパン開けると、はい、オレンジ、おあ、全然違う。クリームが入ってますね、こっちは。北海道の方はクリーム入ってる。どっちからいく？やっぱじゃあ、海老名の方からちょっと行ってみましょうか。じゃあ、じゃあちょっといただきまーす。海老名メロンパンいただきます。はい。皮のところ美味しいんだよね、これね。そう。うん。うん。これは、ああ、
ュなね、うん、なんて言うんでしょう、このメロンの、うん、匂いが抜けてく、鼻からふーんって抜けてく感じ、うんうん、わかる、うん、あのすごいね、これ私たちメロンパン大好きで結構メロンパン食べるんですけど、あのスーパーで売ってるさ、うん、ほんと90円とかのかな、いろいろ食べるんですけど、本当にまあこれ見て中が緑の通り、うん、全部メロンだよね、うん、本当にそういう感じでね、中はなんて言うんだろう、しっとりしてるの、うんうん、あのパサパサしてないの、中はしっとりしてて、うん、しっとりしてんだけどちょっとこのなんていうの、ここサイドっていうの、うん、は多分固めなんだろうなっていう感じじゃない、うん、あのね、本当はこれ昨日買ったんですよ、うんうんうん、で早めにお召し上がりくださいって言われたんですね、うんうんうん、多分ねこれ昨日だったらここちょっとべちょっとしちゃってんだけど、昨日はね、なのかな、なってなかったもんね、でもちゃんとあの賞味期限はね大丈夫なんだけど、早い方が美味しいですよっていうことだったのかな、うん、すっごく美味しいです、やっぱりこれあのお値段がさ、うん、270円の分ありますよ、この中がね、うん、緑、うーん、うん、これマツコさん40個近く買うわけだ、1回で20個ぐらい食べるのかな、いや、スタッフの方にじゃないあ、そっか、さすがに1人だお土産で買ってたんだ、でもそうです、やっぱ有名だから、うーん、これはね、美味しいです、すごく、ほんとね、口入れた瞬間、うん、噛んでなくても、うん、入れた瞬間にもうメロンなの、ってね、くるよね、うん、それはやっぱりちょっと、いつも食べてるのと違う、うん、ね、大好きなんで、メロンパンが大好き、これはもう、美味しいです、はい、大好きです、よし、では、はい、続けて北海道メロンパン、はい、行ってみますか、こっちはね、どうやらクリームが入ってます、中に、ちなみにちょっと大きさはちっちゃいけど、うんうん、クリームが入ってるっていうお得感がある、そうですね、だからね、クリームパンみたいな感じもします、ちょっと割とこれ表面はそう、しっとりです、エビナメロンパンよりしっとり気味、カリではなくしっとり気味です、買った時からこうでした、あ、そうなんだ、そう、よし、ちなみにおいくらぐらいですか、これも同じ値段でした、270円、はい、こっち食べてみます、じゃあ私あえてクリームのところ行きます、私もクリームのところ行きますよ、やっぱり、じゃあ北海道メロンパンいただきます、うん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 で、同じメロンでも全然味が違うね、違う、やっぱり味が違う、美味しいです、こっちもすごく全然違う、うーん、美味しい、なんて言うんだろう、うーん、ね、エビナメロンパンのメロンはもう一回食べてみよう、こっちだ、なんだろう、この味の、どういうふうに説明したらいいんだろう、この味の違いを、もうね、うーん、味もそうだし食感も違う、全然違うね、うん、食感ってもちろんメロンの種類の味も全然違う、うん、なんかパンを食べたいなって時は、うん、エビナメロンパン、うん、でメロンを食べたいな、でも難しいね、あ、でも分かる、うんうん、あのね、パンを食べたい、パン欲満たされるの、こっち、そう、スイーツ欲はこっち、うん、だと思う、夕張メロンの方ね、うん、夕張メロンじゃないやでも夕張メロンの味がするそうそうそう、あのさ、夕張メロンゼリーってあるでしょ、ある、あれみたいな感じ、ホーリーでしょ、うん、そう、ホーリーでそうそうそうあ、でもまさしくそう、パンとスイーツって感じ、そう、これはもう本当に食べ分けできますね、うん、美味しい、すごいね、同じお値段で、ちっちゃいからね、同じお値段なんだけど、ちっちゃいからどうなのかなって買うとき迷ったのさ、うんうん、だって、うんうん、さあ
大きい方がいいじゃん。ちなみに他にはどういうのがあったの、メロンパン。白桃、白桃なんだっけな、メロンパンとかクリームパンとか、うん、それ今ほら桃だから桃の時期限定だったのかな。あと普通のクリームパンもあったし、そうすごい迷ったの、どうしようと思ってこの2個にした、うん、あ、埼玉県の方で製造してるんだ。ということでした。皆様、私たちの食リポで伝わったかしら、さかしら今日は私満を持しての牛乳です。これ牛乳満を持しました。今日はなんで満を持したの。だっていつも配信の陣では牛乳は飲めないのよ、やっぱし歌うから口の中が ね粘っこくなるでしょ、うん、だから牛乳はね、だから普段飲めないけど今日メロンパンには絶対牛乳でしょ。ここ白くする派ですか、ね、拭かなくていいですよなんでさ牛乳飲み終わったらさここ白くなっちゃうんだろう説あるよね。いやだから多分これでもなってんじゃない。でも透明だから気づかないんだよ。本当わかんない多分勢いよくグッて飲むとさグッてつく説いやだ、恥ずかしい、それ恥ずかしいわ。恥ずかしくない。これはこの配信、姉妹の時代はボルナナで、ボルナナは、7月の19、20日、そうです、20日放送ですか。そうです、そうです、ですね。ということは私の第2子妊娠のことも発表後ですね、これはね。皆さん、はい、なのでもう隠さなくていいんですね。そっか、もう言っていいんですね。そうなんです、もう20日ですから。これはもう言っていいんだって。よかったです。撮ってるのはまだ7月9日でまだ言ってないわけなんで、よかったですよ、ね、何を言い出すのみたいな顔してましたけど。そうなんですよね、まだ男の子か女の子わからないので、もうちょっとですね、もうちょっとでわかるかな、わかんない、どうかなって感じですがはい、やっとね、つわりから解放、まあまだなんですけど、やっとこうやって、ね、だから姉妹の時代の撮影もね、いろいろ行ったでしょ、うん、焼肉とか。今だから言える、今だから言える、言っちゃっていいんじゃない。もうもうなんていうんですか、まあご想像にお任せしますけど、うん、うっていう ね、もう、うん、エリボンが今日何を食べれるのかっていうところからね始まり、焼肉なんてもみたいな、あの日もう本当一か八かで、もうダメだったらもうストップするからみたいな感じで、もう本当にね、毎日毎日毎日戦いだったので、本当にね、でもね、ここ3日ぐらいかな、やっとまあ下ろさなくなったというかもう毎日ずっとだったので、はい、なかなか配信の陣とかの時も本当にもう気持ち悪くて、皆様の前でいろんなカロリーメイトやら、なんかこういうゼリーみたいのやら食べてたり飲んでたりしてたでしょ。もう普段だったら全然あんな食べないんですけど、なんなら一回本番中いなくなりましたよね。まあ、あの時も、ああ、もうごめんなさいみたいな状態だったんですけど、まあいろいろね、そんなことがありながら、はい、なんとか、そうですね、ここ3日ぐらいはもう大丈夫になった。よかった。そうなんです。少し落ち着いたってことなのかな。今も今全然食べてても、うってならなかったんで。そうなんです。落ち着いてきたということで、やっとね、こうやってお知らせが皆さんにもできて、一安心。もうお腹がこうちょっと大きくなってきてるのも隠さずにいられるのも、うん、ね、あとはまあ無事にね、赤ちゃんが大きくなってくれて、一応1月2日が出産予定日で、なんとうちの亡くなったお兄ちゃんが元旦なので、ね、ほんとなんか不思議だなと思うんですけどね。あとあれですね、おばが、あ、おばって私たちのおばね、おばさんが1月4日生まれのおばさんだったりとか1月、まあ、12月だったら30日がスティーブの誕生日とかね、そうだね、ありますけど、まあどうなるかね、全然わかんないですけど、スーちゃんもね、予定日より2週間ぐらいだっけ早く、そう、8月12の予定が1日に生まれたんでね、もしか、まあわかんないですね、まだわかんないですけど、うんうん、でもあともう半年切ったのかな、切ったので、てます、はい、もうあっという間だと思います。まあでもこうやって配信することはもうこんなお腹になってもできるし、うんうん、そう、まあちょっとはわーとかって歌うのはちょっと、でもこういう体勢の方がいいんじゃない？そうなんですよ。
こうなるとね、ちょっとね、お腹がね、ちょっとこの前のめりになったりなんで、もう、いいんじゃないですか、もう、石のめり気味で。なんかちょっと、なんか女王様よ、みたいな感じになって。めりきちゃっていいんじゃないですか。大丈夫ですか、ちょっと。あんま無理するとね、張っちゃうんですよ、お腹もね。そうなんですよ。配信の時も、割と体勢がちょっとね、ずっと、ちょっとそろそろ辛いかな。なので、たまに、急に、座ったりしますから、たまに30分に1回ぐらい配信もさ、休憩入れますか。休憩というか、ラウンドが歩き回るっていうのいいんじゃないですか。歩き回ってね。いいんじゃないですか、歩き回っても。ちょっとね、ずっとこういうふうにやるとね、逆子になったりとかっていうのがありますからね。そう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 、ありますから、いいと思いますよ。ね、まあ、ちょっとそういうところも気にしながら。はい。はい、でも、ギリギリまで配信はできますし、ほんと12月、全然やろうと思ってます。だから、いつ生まれんの、いつ生まれんのみたいな配信が12月ぐらいにやってるんだろうと思うし。もう演奏、キーボードの演奏とかを、こう、声を大きく出すことが難しい場合は、うん、ほんと喋りだけでもいいですか、もうこれでいいですか、こういう感じで喋ってる のけぞった状態で1時間の配信に行ったら待ってるんでいいんじゃないですか、ね、そんな感じでなかったら生まれて大体もう1週間ぐらいしたらこうやってやってるかもしれません。今から病院行ってきますってやってくるかもしれません。やっぱお母ちゃんやっぱ忙しいじゃない、生まれた直後もさ。いやでもほら私お母ちゃん2児の母になるわけだから、今からちょっとおっぱいあげに行ってきますとかっていなくなるかもしれませんけど、そうとかさ、やっぱ ねそういうのはあるかもしれませんけど、ね、まあでも配信をねこれからもずっと途切れることなくやっていこうと思ってますので、うんうん、もしかしたらちょっと取りだめみたいなこともね、はい、まああるかもしれないけどね、うんうん、まあでもね楽しみにいろいろまた分かったら男の子かなとか女の子かなとか、いつ分かるんだろう、8月男の子の場合は早く分かるんだよね、うん、スーちゃんの時一人目の時もすごい早く分かった気がする、なんかすごい早いタイミングで分かったんだけど、女の子は結構ギリギリまで分かんないこともあるので、うん、でも男の子でも女の子でもどっちでもいい ね、はい、ということで、はい、はい、姉妹の時代の、今日はボル7でした。じゃあ次はコオロギなのかどうなのか、本当入手したみんなどっからが入手できないかなでもなんかね、姉妹の時代でぜひ取り上げてほしいみたいな、なんかもし食べ物とかがもしあれば、うん、ぜひこちら の動画、ぜひ甘いものでもしょっぱいものでもおかっつり系でも、ふわっと系でもね、はい、何でもね、こちらの方までね、ぜひ本当あれば私昆虫も食べたい、食べてみたい。じゃあ何でも全部だよ。でもじゃあどうぞ。残念ながらリボンもだからね。じゃあどうぞ本当はい、はい、ということで今日もご覧いただいてありがとうございました。